Okay, party people in the house. Just go! ボルターズチャンネル。創業大学生による熊本ボルターズ応援企画。はい、ボルターズチャンネルです。はい、ということで2018年始まって2回目の体育館収録ですけど、ちょっと一人ずつなんかお話を聞いたらなと思います。じゃあお話、はい、はい、なんか意気込みみたいなのがあったら。前回フリースローで人少なかったじゃないですか。はい、今回は割と来てくれたんで、うん、何するかまだ聞いてないんですけども、あちょっと楽しもうかなと、はい、3年生の意地をね、意地をね、はい、ここでちょうど分かれてるんで、はい、学年で。そうですね、実質そうです、3年生と1年生で、うん、意地を見せれたら、はい、どうぞ。まずじゃあ重いくん1年生として頑張ります。そこにお任せ。ありがとう、ありがとう、やれてます、よかったよ。じゃあ分かった、3年生が意地見せるって、1年目が1年目意地というのを3年食ってやるぐらいの上でやる。おお、そういう企画とまあまあまあ下克上的なちょっと穏やかじゃないのかな。はい、うん、まあ、まあ、じゃあ最後に勝負、まあ、1年生がこんな感じなんで、うん、まあ、2年生としてそれなりに、それなりに温度差、それ3年生と1年生のクッションですか。あ、そうそうそう、クッション役、クッション役ですか。そうか、そうか、はい、まあね、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、はい、
はい、ということで 2on2 やってきましたけども疲れましたね。はい、相当疲れました。皆さんもね、試合中結構疲れ死んでたね。疲れてない、何人か。全然いきますね、まだ。まあまあ、一人ずつまた感想みたいなものを聞きたいなと思いますけど、じゃあ丸山君から。今のところは今3年生が勝ったかな、うん、なんかよく覚えてない、ね、疲れすぎてね、点数なんて数えてなかったよね。でもいい勝負してて、あ、全然シュート入らなかったけど。まあまあまあ、そんな感じですか。はい、じゃあ大森くん。まあ、あれですね、やっぱり先輩たちの連携に見事にやられました。ちょっとこれから仲良くしていこうかな。あ、仲良くしていこうかな。じゃあ仲良くしていこうかな、仲良くしていこうかな、さらに深めていこうかな。あ、いや、いい心がけですね。ありがとうございます。じゃあ島田くん。フルで出るっていうことではなくて、交代交代しながらって感じですね。自分が体力がないなと思います。みんなだと思う、うん、もう少しやっぱ動けるようになっていかないとなっていう感じ。あー、まあまあ、不健康さを自覚したと。あー、不健康番組か。あ、はい、ありがとうございます。じゃあジョー君。じゃあ とりあえずシュートの決定力とやっぱスタミナ、体力がダメですね。はい、あ、ですよね。シュートそんなに入ってなかったもんね、さっきも結構みんな言ってた、ね、全体より10本とか、うん、それぐらい、はいはい、どうですかリーダー感想。あ、そうですね、まあ、またみんなと同じですけど3年生フルで出たからね、はい、やっぱりね、疲れると頭も働かないんでね。そうね、さっき点数おこぼけなんだよねって話もしたけど、う、ね、うん、ちょっと運動不足は、ね、健康にも関わるから気をつけたいなっていうのを思いました。健康番組かな、やっぱり。まあ、ね、体力あった方がね、そりゃまあまあまあ、いいです、うん、ね、あるに越したことはね、うん、そうそうそう、はい、ということでさよなら。さよなら。